今さら前世の誕生日を祝ったところで何になるまあ気持ちは受け取っておく誕生日とは何か特別なものなのかよく分からんがまあおとなしく祝われるとするか このケーキなかなかうまいなどこで買ってきたんだありがたくいただくとするか